にちは。こんにちは。こんにちはしか言ってへん。お疲れ様、ありがとうございます。先生さん素晴らしかった。ちょ、見て見て見てください。ちょっとなんて言うっけ、ルームツアーみたいなやつしていいですか。めっちゃすごいんですこれ。泣かされは泣くつもりなかったけど、なんか泣いちゃった。こんにちは。ちょっとワカニャンがね、サーティワンを買ってきてくれて、そう、その前にまずこれを紹介しますね。まずマイ、ちゃんと見て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 、トランプ衣装着てるんです。で、上半身こっちの、下半身こっちすごくない？ごめんな。で、これ私ゴルフちょっとやりますわそう、ゴルフのあの、なんていうんですか、ワールドカップのさ、ロゴみたいな、すごいですよね。いいセーターされだった。ありがとう、来てくれて。体調悪くていけなくて。大丈夫ですか体調。あんちゃんの、え、あんちゃんの手が前泣いてたよな。全部もう最初から泣いてたなんだ、俺らとはね、ちょっと泣きそうになった。お疲れ様です。そうで、どれから紹介、え、まずこれはアルバムなんですけど、ウィルビーの衣装すごくない？ちゃんとこれさ、生地一緒のやつ、あれですかね、すごい、布屋さんで買ってくれたんだ。で、クマ、バラ持ってます。で、このマイがね、多分クマなんですよ。クマの文字化してるんです、多分。ほら、めっちゃ可愛い。ほんで、あ、ちょっと今ショールームしてます。生誕祭おめでとう。ね、これ誰ですか、考えたんこんなんすごすぎる。そうで、これよ、これ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 、前さネットで買おうとしてたんですよね。このクレーンゲームみたいな、コインでやったらできるんですけどそう、しかもちゃんとリボンも赤と青やし、これ中見えるかな、ほらクマとかね、阪神のキャラのやつとかね。これさ、サソリ、あ、サソリ座やからか、ほら見えますかこれ。そうそう、クレーン、あ、クレーンゲームか。で、これはケーキ、ちゃんとリボンも赤と青なんです。で、クマがおる、食べたろかな。すごくない？ちょっともう前興奮状態やん。ちょっとし、え、でこれ最大の見どころはちょっと映せないんですけど、あ、ごめん、あんちゃんが映っちゃう。ここになんと、どうしよう、どうやって映そうかな。あ、映っちゃった。プーさんの、多分著作権を気にしてか分かんないんですけど、プーさんのね、プーさんのあれがあるんです、シールが貼ってて、あとチキンラーメンのひよこ、ちょっと写したらあかんかな。プーさん遠くやったらいいかな。ほらほらほら、見て見て見て、ほら裏に貼ってくださってるんです。そうで、ちょっとよいしょ、そう、裏までねこだわってくださってて、すごい。で、これここもちゃんとさ、クレーンゲームみたいになってるんです。ほら見えますか、いや、池山舞ちゃん、デコ山舞ちゃん、ポニ山舞ちゃん、猫山舞ちゃん、ほらもう裸足にはならないの衣装とかもあるんです。すごーいね、こんなにやってくださってるとは思う。では
紹介終わったので31タイムに入ろうと思います。どうしよう。ピちゃんと生誕ティーも着てます。横にはあんちゃんがいます。バカニャンが買ってきてくれた。そう、アンコールガールはバカニャンがやってくれました。今日はいやほんまに感動もんですわ。そう、もうスピーチありめっちゃ緊張した。いただきます。うわ、ちょうどいい柔らかさや。いただきます。しかも2つも買ってきてくれた。うんふん。じゃあキャラメルリボンは夜公演終わった後に食べるわ。そう、 TT ゲームはほんまにパンティーしか思いつかへんくて、ほんまに、なんか最初言っていいかなと思ったけどいっかと思ってパンティーしか出てこえへんかった。パンティーとスパゲッティ最悪や。うん、あの差し入れにクリスピー&トマトじゃなくてチキンやないかい。クリスピー、うん、クリスピードーナツじゃなかったっ。クリスピードーナツ、なんかもう一個なかった。クリスピークリームドーナツ、あ、そう、クリスピークリームドーナツがなんか朝8時にオープンだったんです。なんか朝からね買いに。おいしい、感動した。皆さんでも泣いてる方見たら泣いてまうわ。な、特に真鍋さんとかいやでもその客席の方たちもね、なんか泣いてる方いたらもうあかんわ思って。いやちょ、これあのねリハーサル前に、あ、違う、リハ、え、っていいこれリハ終わりに超絶かわいいはその言うセリフがある人とか自己紹介の流れとかを、声の流れを一回通すんですけど、その時に今日生誕祭があるから生誕祭の流れやる時にあんちゃんがちょっと毎日耳塞いどいてって言い出していやもう絶対手紙やと思って即バレそう、で前は気づいてないふりしてんやけど、いや多分あんじゃろなと思ってちゃんとな、手紙を預かってきたのでって言ったのにさバレるでバレましたね。なんかいろいろさ蘇ったよな、うん、一緒に頑張った思い出が。もうあかんなと思って。待ってさ、ここてんと、ここてんとさ新進組の時とかもさ二人でね抱きしめ合ってました。書こうか迷ってんけど、これ蘇りすぎたらあかんなそうやな、いっぱいあるから。なあかんな、もう年やな。あなたもありがとうございます。落とされかけました。やった。ありがとうございます。遠いとこからわざわざ。そう。だってさ、今日のために新幹線で来てくださってた方とかもおるしさ、飛行機とか。もう、交通費私が払いますよ、もう。泣いちゃう。アンコールガールさ、スキップして出ようと思って忘れてた。ああ。赤にゃんがアンコールガールしてくれちょ、これ前2時間ぐらいショールームしたいけどさ、メイク直し行かないといけないんでね。どうしようどうしよう。ちょっとまた夜公演終わりのショールームでいっぱい語らせてください。おー、びっくりした。あ、だるまさん行ってください。だるまさん
そう、あの串カツだるまさんのね CM に出演させていただいて、うん、あ、ゆいとくんこれ焼肉？焼肉ありがとう。今日もえ、なんで最後なん？ツイートありがとうございます、来てくれて。それも片目だけ涙流れ、百席涙泣いてない。え、だってさ、目拭いてる人って泣いてるやんな。え、かよかっただけ？うわ、泣いてくれてるって。何人かね、目を触ってたから泣いてくれてると思ったんですけど、もしかしたらかよかっただけかな。でもまいちゃん初めても、ひらめさんとも目が開いた、めっちゃ見たで、まい耳細いね、かわいい、あんちゃんらしくてかわいい。サイズやばかった、ありがとうございます。そう、いや、俺らとはでね、真っ赤やったんですよ。なんかもう火起きてるんか思った、びっくりした , 笑わんとって若にゃんが笑ってくる。何？膝。もうさっき普通にも帰る時の格好着替えかけた、もう夜公演、もう昼公演で、夜公演も頑張ります。マイがティータンの、え、そう、アンジュがさ、ジュ担当やったらさ、ちっちゃいやつ誰？ジュティジュティになっちゃうから、マイがさ、ちっちゃいやつとティー担当になる。応援してくださってる。あ、いいやん、ジュがアンジュで、ちっちゃいちは、ちゅんつは皆さんで、ティーで、ティー構え。新幹線、飛行機、そう、飛行機とか歩きとか車も酔おうと思ったんですけど、さすがに長すぎるかなと思ってちょっと絞っちゃった。スキップできた人もおったな。言いたいことは、まあ言えたかな。昨日誰も行ってきた。美味しかった？寒なってきた。泣きました。俺も泣いたよ。ちょっとだけ泣きました。いや、なんかね、もうマジで、いや、喋ろうと思えばほんま1時間ぐらい。スピーチしたいぐらいなんです。でもやっぱり公演なのでいや、もうありがとうございます。毎日公演やった。ね、なんか久しぶりに会えたというか、劇場来てくださった方とかもいっぱいいて。今何時？今は4時1分。41か。3時41分。まだいける。いや、でもメイク直しに行かないといけない。さっきちゃん。あ、全然。え？あ、いないかもです。どこ行ったやろ。全然って言った。かぶらんかと思った。さっき言っての方かと思った。まだまだこれから
そうです、お前で頑張ります。もっと今配信しててごめんなさい。毎年女性が多かね、嬉しい。若い女性の方とかも、同い年ぐらいの子とかもね、老若にゃんにょ愛されるアイドルになりたいですね。スピーチも感動した、よかった。じゃあやっぱ滑舌悪いからさ、ジュッティ最高でした。やって嬉しい。なんかさ、やっぱりね、悔しいこと言ったらすっごい、いや、もっとなんかこう悔しいこととか言いたかったんですけど、生誕祭はもう素直に言おうと思って、でもなんか悔しいこと言ったら泣くの分かってたからあんま言えんかった。今はクッキー&クリームです。あとキャラメルリボンも後で食べます。キャマチギリギリで入るんかと、ごめん。座布団用意しとけばよかった。ちなみに今空港にも、うわー、もうそんな、ほんまにありがとうございます、わざわざ来てくれて。なんかさ、もうどこ見てもさ、赤田とかペンライトとかさ振ってくださってる方いっぱいあったから、もう誰みたいか分からへんくて、もう幸せでした。もうこれからだるま行ってくるね。え、さっきもさ串カツ言ってる人何人かおったで、めっちゃおるんちゃんじゃん、生誕祭みんなで乾杯してきてください。あ、まあ、カムクラも言ってくださいね。じゃあ、え、あ、ちょっとあ、ちょっと見せられへんか。あの生誕祭のアルバムのメッセージのカードの、あれカムクラなんです。カムクラの看板が平山になってて、どういうこと、もうお前どういうこと。あ、いい方のどういうことですこれは。そうなん、もう嬉しすぎて全部写真撮りました。もうちょっとで終わります、ごめんなさい。え、串カツは前何食べたっけな。でもアプリのやつで当たるのはエビ、2000円以上注文するとそのエビのクーポン使えるので。寒くなってきた、ちょっとそろそろあれしないと、そろそろショールも終わらないといけないことは分かってるんですけど、ちょっと喋りたいことが多くて、どうしたらこうかな、着替えなあかん、どうしようどうしよう。ちょ、公演中までショールもすんのなし。配信しながら、あ、今ショールもしてます。あ、ごめんなさい、ショールもしてます。そのシーが聞こえてるから。ちがちがさんが今にショールームしてますって言ったら、シーって、そのシーが聞こえてる。通天閣店さん商売繁盛しましょうに。もうちょっとで終わります。どちゃんもしないと。コウズさん、もうちょっとで終わるこれ。はい、じゃあこれが終わったらコトちゃんのショールームでマイティの生誕の撮影開始、うん、やった。
じゃあランキングを読んでいきたいと思います。好きな串カツは前は食べれたん限れてたんですけど、チーズ、お餅も好き、あとウインナーとか、豚トン。あ、ちょっとあの夜の公演終わりにまたやるので、これ夜の公演終わりに語るので、ちょっとごめんなさいね、ほんまにありがとうございます。ちょっとランキングを見ます。じゃあ、13位しげやんさん、ありがとうございます。で12位きよふみさん、ありがとうございます。で11位みゆちゃん、みゆありがとうございます。で10位ハッピーさん、ありがとうございます。そして9位高政さん、ありがとうございます。あ、ことちゃん、いつもワイのことちゃんがお世話になってますので挨拶。そして8位シロちゃん、ありがとうございます。で7位ゆうかちゃん、ありがとうございます。そして6位コテッツさん、ありがとうございます。そして5位富士さん、ありがとうございます。そして4位野原慎之助のすけさん、ありがとうございます。そして3位まるちゃん、閉めます、ありがとうございます。そして2位むーちょさん、ありがとうございます。カラムーチョのうちはもう。で1位ゆいとくん、ありがとう。生誕日も来てくれてた、また待ってます。皆さんありがとうございました。もう大好きです皆さん。こんにちは。では夜公演も頑張って、夜公演終わりにもうちょっと語るのでちょっと短くてごめんなさい。バイバイ。幸せをありがとうございました。バイビー、ありがとうございました。またね。